やばい、逃げてる、逃げ落としてる。あ、待って待って、浮いた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 、やば、ちょっと待って、ズボン脱げる。はいさい、はいさい、はいさい。今日はですね、帰ってきたあの企画、釣りわらしべ。おお、わらしべ、はい、僕初めてですね。僕も初めてです。まずこれ釣りわらしべ説明お願いします。はい、まあ、前回はサンマから始めて、はい、サンマ1本から、はいはい、でサンマで何か釣ったらこの何かをまた餌にして全部変えるんですよ、餌。あ、交換していくんです。交換していくんです、うん、じゅんぐりじゅんぐりっていうか、なんか。じゃあ結果最終的には何になるかってことか。はい、キッチャーさんはカメラマン今やっていただいて、うん、他の撮影なんですよこれから。はい、で、あと1人連れて行きたくて。はい、でスケジュール見たら一応、うん、1人釣り上手な人が出勤するんですよ、久しぶりに。あ、いつも船乗ってる人なんで、あの、日程奪わないといけないんですよ。おー、はいはい、相談とかの前に、もう力で連れて行こうかなって。断りなしに。断りなしですね、もう。強引だ。いや、強引なファイトを始めないと、うん、あ、なるほど。私がやっていけない。つまり、はい、今から来るメンバーを拉致するってことですか、はい、これ。拉致っすね。拉致して車で連れ去って、船乗って行くっていう。現地に行かして。恐ろしいな。はい、一応、フェリーとかだったら、うん、一応相手が抵抗して間に合わない可能性とかもあると思ったんで、はいはいはい、船手配したんですよ。うん、船も手配。船手配してます。本当の拉致。もう拉致。フェリーとかじゃなくてってこと？フェリーは、もう、もし助っ人が逃げた時のために。あ、確かに。助けてって言ったら周りが助ける可能性があるからな。そこまで考えてたの。はい。やばい、やばい。すごい計画的なのか。拉致だな。もうそれ北朝鮮でも嫌なんだろう。じゃあこれで待ちますか。じゃあ、はい、はい、こっちです。あ、もう来た瞬間、うん、何も言うて、何も言わず立ち直るかなと。で、座ってもらって一回触ってもらって、こっちカメラがあるんですけど、今何も知らず平然と飲み物飲んでます。あ、来た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 。これツーバーか、うん、こっち歩いてる。あ、ツーバーだね、確定で、うん、今から拉致されることを知らずに来ました。ツーバー来たね。来た来た来た。何も知らずに来ましたね。サングラスかけてカッコつけてますねこれ。このカッコつけてるのが一気に拉致され、あ、来る来る来る、拉致され、あ、来る来る来る、泣かれてった。おはようございます。あー、お疲れ。お疲れ。おはようございます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 。よし、つばさん、はい、今何が起こってるかわかりますか？いやいや、ラチ。あ、うん、よくお気づきで、うん、今からちょっと落ち着いてもらっていいですか？で、これ手結んでもらって、後ろに預からな。え、そのレベル、うん、ラチして、よくご存知でって言って。それは暴れるだろ。よし、あ、OK、暴れだな。ビニール被ってもイケメンだな。あ、本当だ。一気は誰か分かる。ちょっと今回力が必要で。力？うん。はい。ちょっと説明したら嫌って言うかなと思ったから力ずくでやりました。なるほど。はい。嫌だね。この感じも。とりあえず車に乗せるか。とりあえず車に乗せて。え、説明ないんだ。説明はついてから。現地で。現地で。うん、説明は、はい、あのパスポート持ってるか。え？パスポート。あ、海外なんだ。やば、刺されるよな。はい、それはこの事務所、足元危ないからね。行動次第。おー、俺の行動次第。逃げたら終わり。え、何これ、え、あの、パンチ優しいな、ごめんなさいって。何、ラチする人がごめんなさいとか。これはまだ、あれだね、容疑者だから、こっちモザイクできるのよ、こっち、まあ、容疑者。俺犯罪してないよ、容疑者。近隣住民も不安そうな顔で見てますね。なんか見覚えあんな、この光景。気をしても嬉しそうだな。あ、やばい、やばい、逃げてる、逃げ落としてる。あ、待って待って待って、浮いた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 。え、やば、ちょっと待って、ズボン抜ける。ズボン抜ける、やば。
ズボン待って、こう夏の瞬間だ、楽しそう、楽しい、よっしゃ、あ、取れた、結んで結ばれてる、結ばれてるよ、ズボン、もしかして明日の誕生日、違う、それもあったな、懐かしいな、お、完全に手もロックっすね、よっしゃ、これ計算して止められるか、では、OK、そう、このまま車内放置系車内放置でちょっと2時間見るか、はい、じゃあそのまま、うん、オッケー、はい、行ってきます、行ってらっしゃい、はい、よし、よっしゃ、やっとな、やっといい助っ人を確保できた、ちょろかったな、今どんな気持ちですか、え、今どんな気持ちですか、まあしかねえよ趣旨もわからんもん、聞くからマリオに変わってるけど、やっぱイケメンだな、うん、それ以外だったのこの場合どっちかって言ったらやったくさんに似てるしじゃあレイの船のとこまで、はい、船、はい、これ運ばれる、それはどうすかね、あ、違う、あのベンツを、ベンツ、うお、外車ばっかり、しかも左ハンドル、どこに来てるかマジで、俺捨てられるじゃあちょっと一回降りてもらいますか、歩きづらいからな、いやだな、はい、はい、はい、ここで着きましたね、今回の誘拐協力人、協力しちゃうよ、トッシーさんですね、すいません、またたびたびよろしくお願いします、はい、ちょっと今回、ツーバーさん拉致したいということで、そうらしいね、はい、悪いこと考えてるね、まだ船、ちょっと、わらしべ、あ、そうそう、拉致企画になってるだから今回、やる企画が、釣りわらしべ、釣りわらしべ、はい、無理やり連れてきたんで、無理やり、あの、一応、島行くまではこれで俺がいたらもう俺のこと知らないか、そうです、初めてじゃないですか、会ったことないもん、あ、あ、じゃあちょうどいいや、ちょうどいいどうやって縛って連れてくる、いやもう座らせます、座らせて、はい、動いたらこっちも動くからな脅してんだね、もうね、トシさん、まあ理解したってことで、はい、わかりました、ちょっと一緒に、はい、一緒に、で、多分歩けない、歩きづらいにこのカートに乗っけようかなあ、このカートに、はい、いやいや、これさ、あのカジキを運ぶやつなんだよ、はい、カジキほど重さはない、そうっすね、そうだね、ツバなんか小カジキぐらいです5、60キロぐらいの小カジキです、小カジキ、小カジキだね、じゃあ下ろしますよ、早速、はい、マチカンティーしてますね、どっかを見つめてるみたいだけど何も見えてないですじゃあ、降りてもらっていいですか、熱いよツーバーさんが車内放置で熱いよ逃げる体力この状態大丈夫誰縛られてるよ、マジでどうなってるか大丈夫ですよ、あの、悪い、あの、痛いこととかは今のうちはしないんで、声が一人増えてるんよあ、はじめまして、あ、はじめまして、すいません、こんな形で名乗らないって、でも、今は、ね、座ってもらっていいですか、ツーバーのことは知ってるから、うん、それはそれでずっと見てたらしいです、ほんとずっと見てた、せーの介護ハマったもうちょい後ろ行こうOK どうなってるわマジで、もうめっちゃ手結び直されてんだけど俺うわきついこれを何も知らない周りの人たちが見たらどう思うか、いやそうだよな OK 違いよ、さあ行きましょう、ダメだよ見たらどこだと思いますか、ここが不安と、なんか俺今周知が恥ずかしさが出てきてるんだけど違う、なんだか知らない人まで出てきて大変だこれ、見られてるっすね、やばいやばい、大事なる、こう見たら誰か助けてくれる、重い運ぶのも大変だな、ここから、はい、海だから逃げたりしない方がいいかもしれない逃げたら、しかも両手縛られてるから、確かに、あの泳げない、心なしか、これ座ってるところさ、穴いっぱい開いてるけど、そうだね、これは気のせいだよ、カート
ハート、うん、辻場さんマリオカートとかけてるってことおお、うまいね昨日から考えてたんだな考えてた考えてたらこうなるってお、ゲートが開いたゲートジュラシックパークの入り口にすごい怖いね入れ墨やタトゥーは露出しないでくださいいい感じさあおおおお海に落ちないようにジェットコースターみたいなねマジ怖いあ、こっち危ないな。おこっち危ないかもしれない。魚ってるからね。落ちんじゃないの？手離せよ。死ぬ方向いた。やば。マジで怖い。角度怖。待って待って待って。スーパーさん久しぶりに出勤されて、して急にこれだから贅沢だな。手荒だろ。あ見えたね。あ見えた。サバに見えたねサバに。サバに？ゴムボートよいしょここちょっと細いからはい細いからねこっち木の棒1本分ぐらいお客さん落ちてるよ落ちんなよ落ちんなよフリフリおおうわうわ靴脱いでもらっていいですかこんなおとなしい被害者いないなちょ怖いんよお利口さん頭一回下がります。おお。オッケー。はい。オッケー。おっしゃ。無事ですね。もうここまで来ればもう逃げられないな。ハンターも行くんじゃない。どうすかね。どうすかね。あとはもう任せから。あとはもう任せるかもしれないし。俺にな。あと一人新しい声の人に。めっちゃ人見知りなんだけど俺。オッケー。じゃあ行きますか。はい。出発です。行きましょう。鈴葉さん、おはようございます。もうええて。長い。あれから2時間半。長い。結構揺れてましたね。結構あれ、船酔いしてないですか？するだろ。さすがに。何考えてたんすか？周りも見えない中、何考えてたんすか？もう考えることやめたよ。もう手ほどいた方がいいんじゃない？そうっすね。あ、取っていい？はい。見たことないんだけど。見たことない船場所見知りしてるよもしかして初上陸かな誰あれツーバーじゃん久しぶり久しぶりだね初めまして通りすがりのリスナーなのよそうなんですかだからツーバーのことは知ってんのよずっと欲しかったらしいです欲しくてさ今回の企画はわらしべ、釣りわらしべですねはいで怯えてる、怯えてるよなんかそこまで OK ってもう皿笑いんで安心してくださいちょっと今回釣りオールジャンル上手な人が欲しいなって思ってで、スケジュール見たらツーバーさん出勤って書いてあったんですよハイサイマル出勤ってことあ、ツーバーさんがこの、うんハイサイの事務所に出勤って書いてあったんで、ハイサイ丸また戻られたら困るなって思って、で、あこんなチャンス今しかないって思ったんで、朝さらうことで決めましたね。もうちょっとなんかやり方あるだろ。相談とかでいいじゃん。いやでも一応ハイサイ丸あるからなってなったら、大変だなってなって。大人だよ。相談もらえれば、臨機応変にやるけどね。すいませんいいけどで、まあ一応向こうは他の人が行くみたいなんであ、ハイサイマルハイサイマルは安心してくださいそこはしっかりできるんだねはいどこだろうね、ツーバーここ見覚えないツーバーだったら知ってんじゃないのツーバー来たことあるいや、こういうロケーションはないっすけど多分北部ではないここはゲルマ島ですおめでとうございますおめでとうございます今日は戻れませんおめでとうございますキャラマ諸島のゲルマ島です
知らない、そんな聞いたこともない。まだ人見知ってるんですよ。ハイサイでカジキ釣りを全面的にサポートしてくれた方ですね。 あ、なるほど、はい、最近ちょこちょこなんか動画に、そうなんですよ、なんか違って見たことあるんだ。そうそう、僕のせいでトッシーさん今印象最悪な状態から始まってますから、ね、そう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 、頼むよ、すいません頼むよ、頼む目見て言ってたけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、初めまして、ね、すいません、なんか最悪な出会い方したの。いやいやいや、仲良く誰だお前。で今回はゲルマの魅力を伝えるのはトシさんの役目なので、なのでいっぱい釣ってね、いっぱい釣ってっていうところだと思います。で、わらしべ、わらしべ、はい、わらしべ、はい、わらしべをどうやるんですか。でそうですね、簡単にじゃあ感じが今回、スーパーで売ってるものから始めます。何を何言ってるんだよ。あ、前回はサンマ、餌の話、石垣、はい、石垣島遠征で、わらしべやった時は、サンマから始まってるんですよ、餌が。今回は誰でもよく食べるもの、沖縄県民、セイカの刺身。へえ、セイカ、はい、で刺身、セイカの刺身です。もうパックで売ってる、うん、じゃあ1本じゃなくて、はい、こう切れてて、ちゃんと刺身状になってるものから釣りを始めて、でどこまで大きいのが釣れるかっていう。ずっとイカ、あ、イカで例えば釣れるじゃないですか、うんうん、こんな魚が、うん、で次これ餌にして、あ、これが餌になるんだ、はい、あ、なるほど、釣ったものを餌にして餌にして、でどれぐらいの大きさまでいけるかっていう。これちっちゃくなったらどうするの。ちっちゃくなったらもうそれはそれでもう一回切り替える、切り替える。で餌がなくなったらまたイカから、うん、あ、そういうこと、あ、振り出しに戻るんだ。振り出しに戻るっていう。いいや、終着点は3日予定して、3日、3日4日ぐらい、はい、3日4日予定。結構長いな。なんで結構長いかもしれない。長いね。ここでゴール決めたいと思います。あ、3日4日あって1メートル釣ってもまたあのこんなのに戻ったら、あ、確かに確かに、それ以上ないじゃないですか、うんうん、目標は70センチ。おお、大きく出たね。70オーバーが釣れた時点で終了になる。終了にしましょう。あ、うん、もう69センチだったらダメでしたね。そりゃそうだろ、はい、私は誤入しないし、脱覗いて、脱ウツボを覗いて70センチ。サメはあり、サメもなしで、なしで、はい、70です。結構ハードル高いよ。はい、ゲルマは釣れる、釣れます、大丈夫です。全然ハードル低い。今弱気ごめんごめん、間違えた間違えた。ゲルマは釣れますよ。完全にプライベートの年下なんです。ゲルマは釣れるよ。全然楽でしょ、はい、うん、ですか。だってツーバーがいるんだもん。釣れなかったらゲルマのせいじゃないよ。ツーバーがプロがいるんだから、ここに。責任は今回全部ツーバーが。トローリングの責任はパンチ持ってるけど。でも今回トローリングじゃないんですよ。逃げました僕が。そうなの、はい、だからプロを呼んで。丸投げで。丸投げ。ゲルマの魅力を伝えてもらおう。よろしくお願いします。今のところ魅力感じねえ俺。こっちからもこっちからも。釣り方はもう餌だったら、この餌だったら何でも OK です。あ、なるほど、はい、じゃあ陸使っても船使っても、船使っても OK です、うん、ただ船は一発出ちゃう可能性があるんで、大きいのがね、1日だけ。うーん、あ、そういうルールで、はい、あ、ラストに向けて、ラストに向けて、じゃあ最終日、最終日にやりましょう。ちなみに70のサイドって何がタマンとか、タマンとか、タマンの70ってどうなの。タマンの70って言ったらすごいっす。5キロ以上ないと思う。ハードル高くない。あと赤菜、赤菜も見えてたんですよ。赤菜はありだよね、はい、赤人もあるね。赤人もあります。ゲルマこうやって赤とかも OK、 OK です。 OK ですか。繋がってるゲルマ赤、繋がってるんで。ゲルマ赤、あとこっち橋繋がってて、ここ深地島っていう、こっちも島なんだよね、人は住んでないんだけど、空港だけあるんだけど、はいはい、赤島、ゲルマ島、深地島、3つ繋がってる。3つ、そう、橋は2本あるんだよね。あっちが赤橋、はい、こっちがゲルマ橋。フィールド自体は広いですね。広い、うん、どこでやっても OK と。どうですか。やるしかないじゃん。俺に権限ねえよ。やらされるんだから。全部責任押し付けられてるから。連れてきて、うん、こんなにやってなんか申し訳ないです。お願いします。丸投げしてキャラ通してよ。あのマスク取った瞬間ちょっと弱気になって。いつ報復来るかを。やり返されるから。いやいやいや、楽しみですね。はい、いつもありがとうございます。ゲルマありがとうございます。ありがとうございます。はい、自分も初めてなんで楽しみは。ゲルマで釣りしたことはない。あ、ないっすないっす。ああ、じゃあ本当初めてだ。真面目。はい、赤は行ってて、赤島だけ行くからですけど、橋渡ってきてここまで来たことはないんで、ちょっと距離あるんでね、車じゃないと来れないんで。そうそうそう、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃんけぽん、あいこうでしょ。ずこえっ、うん、スーパーこんにちは。すごっ。ゲルマ島ですよ、ここは。え、おうち、どれっすか。全部
っとまだね、ウッドデッキ自分で作ってるんだけど、進化してる、だいぶできたでしょ、一人で頑張ったのが。一応俺ハイサイの部屋ってもう決めたから、あの右角はもうハイサイ専用。何者なんですか。いや、トッシーゲルマ島で今活動してます。あ、シンプルですね。はい。トッシーさんの飼い猫かわいい。知らない。ジャンボ、ジャンボ知らない。ジャンボはね、ジャンボ、あ、ジャンボ、ジャンボ、快適にしてます。おお、すごい。この辺まではビス全部入ってるから、ここからちょっと緩いからゆっくりやる。おお、だいぶ入りやすくなってる。これは、うおすごっ。うおここは食事するだけの場所、まあ、あっち行ってみてよ、ちょっとお前、俺なんかね、ゲルマの情報も欲しいし、トッシーさんの情報も欲しいよな。そう、もうトッシーさん何なのってなるよ。何なんだろうね、うん、いいでしょ、ここすっごっ。これここでカラオケ、ほら、俺買っといたから、よったけ来たら 歌ってもらおうと思ってさ。すごい、今回拉致ってくれるっちゅうからさ、いいでしょ、ここいいね。ゲルマ島っていいとこなんですよ。これ別にあのトッシーさんの部屋がすごいわけじゃなくて、ゲルマ島がすごいから。あ、なるほど。そうそう、ゲルマ島、あくまでゲルマ島がすごいから。なら沈黙のだいぶ僕はハイサイの家に行きようと思って。どうぞ、ちょっと行ってくるよ。ここはハイサイの部屋です。すごいね。おしりさんもついてるよ。おしりさん、そんなおしりましたっけ。なかなかね、こっちないのよ、おしりとか。どうも完備して、いいですね。今回マットレスみんなの分買ってきたからさ、CMP それ上に置いてさ、もうみんな使えるでしょ。ツーバーの部屋です。ツーバーの部屋です。ああ、よかったですね。チートゲルマ、これで多分もう拉致されたなんて。よかったでしょ、手伝ってください。どんどんハードル上がるな、これ。プレッシャーかけて。はい、釣り場の方に到着しました。第一候補として、はい、ちょっと近場なんですけど、はい、一旦ここで釣ってみたらということでトシーさんに勧められて、はい、釣ってますね。今回の餌スイカ、これ打ち込みして投げたら早くない？確かに。まとめて、まとめて、まとめて。バクチすぎるでしょ。とやるのは打ち込みと、打ち込みと胴付きでもいいし、こういう小さい魚釣るための釣りってことだよね、はい、小さい魚釣るための、とりあえずは、とりあえずなんか餌になるのを釣りたいですね。例えばこれ使ってこういうのが釣れるさ、はい、一緒に使えるの。これはもう使ったらダメになる。ダメです。あ、こっちになる、こっちだけになるんだ、はい、あ、なるほど。あ、でも壁しかない。これはもう、あ、でも振り出しに戻る可能性もあるんですよ。これ残しとかないといけない。これは残しとかないといけない。もう大事に使いましょうね、これ。だからね、だから早いうちに決めたい、70センチを。じゃあ針小さくない？いや、もう小さいのでいいです、まずは。まずは細長く切って。結構シビア、結構なんかビビってる切り方してるよ。あ、針に合わせるか。はい、まずはシビアから始めないと。ということで、はい、どうも。すいません、ゲストの肩差しを置いて。確かに。待てー。お、流れてる。お、当たってる。お、来た。あ、あ、叩いてる、叩いてる。釣れた。うん、やばい。あ、釣れた。あ、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 いか、いか、あ、いる。魚釣れてる。ついてるのに。暗いっすけど、うん、結構岩はある。いっぱい魚いるんだよな。まあ、ワンちゃんあっちまで登ってから、ね、まあ、確かに、うん、お、魚いない。切れてる。針が一個取れてない。貴重な餌も奪われて。いいやん。でもちょっと期待できそうっすね。あ、よかったね。まあ、すぐ食いそうだな、また、ね、すぐ根がかりしそうだ。これが怖い、うん、やっぱ弱気に近くにしたら食わないな。投げた方がいいみたい。ちょっと奥目に、はい、それでは強気の一頭。根がかりが怖いんだよな、うん、いいでしょう。うん、ダメだ。心配になってきた。でも根があるっていうことは魚はいるとは思うけどね。
うわ、餌が。あー、貴重な餌。やばい。1個しかない。スーパー兄貴。ここ難しいっすね。なんか難しい。ちょっと大きくしていいかな。あ、どうぞどうぞ。なんか僕心配になってきました。行かなくなるんじゃないかってさっき。なんか餌取りがいっぱいいます。あ、細かいあたりは多いの。はい。で、ツーバーさんの仕掛けちょっと違う。根掛かり回避のための仕掛け。これがにしたつもり。さっき針なくなってたさ。はい、まあ、重りから仕掛けちょっとエク化したいで、はい、あ、重りが今地面ついてて、こっちが根掛かりして、はい、もう餌浮いてるから仕掛けは切れないのかなっていう。あ、そういうことか。ちょっと 長すぎた。あ、短すぎたんだけど、はい、ステイト。こっちから。あ、このそう、重りが引っかかって魚がついてても、最悪重り切れたら魚ついてるんじゃないっていう。あー、なるほど。つけて結構飛んだ。お、行った。着水も綺麗すぎてどこに落ちたか見えなかった。褒めすぎだろ。お、食ってる。すごいな。お、早速。おお。あ、ほら、岩がかかった。あれでもダメだ。岩かりすぎ、かっこいい。はい、ちょっと写真撮っていいですか。なんで。開けてもらって、釣れてるかのような。サムネ。そんなやらせある。あ、サムネ。いい、おお、すごい。こんな感じ。そして、乗っかる。で、下からも取る。なんか種子違う。おー、いい。魚ついてそうっすか。いや、外れてると思う。取られたと思う。これ大丈夫か、まあ、案外、小魚釣るのから大変じゃない。ねえ、ちょっと思ってたのと違う、まあ、ポン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 って強で70センチぐらい釣れるだろうって。で、続いてヨッタケさんは一緒の仕掛けっすね、先ほど、ね、僕と。あ、右か。ヨッタケさん、左でした。行った。どこ飛んだかわからない。俺もわからん。お、当たってる、当たってる。おお、なった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 。頑張れ。やったー。あー、根掛かりした。こらこらこら、聞いてないよ、聞いてないよ。あ、いいやな。巻くのめっちゃゆっくりだったね。ん、根掛かりかと思って振り返った。あ、いいやな。どうしよう、根荒いね。根荒い。あ、取れた取れた。来た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 。なんでよ。お、あ、魚いる。魚が外してくれたら。お、来た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 。頑張れ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 。来ます来ります。来た、上がってきた。あ、水切り水切り。なんだこれ。なんだ、カワハギだ。お、よっしゃ。しゃ。そう、最初の魚は、え、カワハギ。カワハギ先輩です。カワハギ。じゃあこれ早速切り身にして、はい、もうイカ使えないで、これからしか餌取れないってことだよね。そうです。ちなみにこれ餌にしたことありますか。餌にしたことはありません。はい、ありがとうございます。イカのままが良かった気もするな。ほらほら、最初の1匹目だぞ。ナイス。よっしゃ、1匹目。多分ですよ、はい、生きてるのと死んでるのの色あんまり違うんであれなんですけど、はい、つまじろもんがらって。つまじろもんがら。どうやらヨッタケさんが釣ったのは、あ、似てる似てる。スマジロモンガラ。顎の具合が。これ多分生きてたら発色のいい青だと思う。確かに。うん、尻尾も白いしね。そうそうそう。でも今食用にとしては認知されて。知っていたら学者級って。ビミって書いてあるよ。あ、やば。まあ最初こんなもんじゃないですか。はい。こんなもんガラ。こんなもんガラ。こんなもんガラ。こんなもんでしょみたいな感じ。僕以外のものは根掛かりして終わってましたからね。よ。確かに。おげある。おげある。ちょっと思ったのが、半身はまた胴突きに使って半身切り身打ち込みで投げるっていう手もあるかなと。ああ、そうだね、それでいくか。お、いった、いった。ベリ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 。いいっすか。はい、こっち、カットして。お、こんな感じですか。はい。匂いすごいね。やっぱ匂いする？めっちゃする。めっちゃ匂いする。匂い強いっていうことは餌にしたら。結構餌取れますね。打ち込み。
打ち込みっすね。夜の打ち込みの餌が正味まだないよね。確かに、あの1頭分か2頭分ぐらいしかないよね。もうちょいなんか釣らんといけない。このままじゃいけない。さあそしてヨッタケさん、モンガラの餌、ツーバさん当たってるみたいっすね。え、嘘、モンガラも当たってるよ、落ちてました。2匹目の魚は何なんだ。夕間詰めなんで結構いい時間。オッケー、よし、いってらっしゃい。うわ、真正面。暗い時間になったら、うん、このカワハギ系あんまり釣れなくなるんすよ。ああ、じゃあもう、あっ、でかい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 。あれ、外れた。もう一発来るんじゃないですか、ね、ちょっとでかそうだったっすね、今の。うわ、今の気になるな。なかなかの破壊力だった。餌あれっすかね。ね、ちょっと握るの。びっくりした。あ、そんなに。うん、ボンって入ったみたいな。ボンって入ったみたいな感じ。しかも投げてすぐぐらいでした。あ、一番そこが食われてる。しかも、あ、針はある。ってことはかじったってこと。よし、すごっ。で、ツーバーさんも胴突きに変更。一応下がってる。今、だいたい多分下げに入り始めましたね。下げになったら、潮反対になるのかな。あ、流れが、流れ反対になったらなんかでかいの入ってきそうじゃないですか。さっきはこっち側からあの橋の向こうに向かって潮流れてたんですよ。なんでこれが反対になれば向こうから魚が入ってこないかなっていう僕の願いです。ツーバーさんが釣った。だけどさ、お、何、やばいごめん、このちっちゃい手を拾ってしまったよどうする。どうする。でもこれやる、もうこれしゃあないっすよ。やる気しかないな。じゃあ3枚直すか。そうっすね。足しか引っ張ってねえよこれ親指ぐらいしかない。これがわらしべの怖いところだやばい、タバンの大群がいる。おお、出た、来た、来た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 来